皆さんこんにちは、グリーンズのサインチェンツォマサです。サインチェンツォマサのトライアンドより今日もよろしくお願いします。いや、すっかり今日は4月1日、すっかり4月1日っていうのも変なんですけども、今日はねもう、4月1日ということで、まあそれにちなんだ話をするわけではないんですが、お花見とかのシーズンになってきましたけども、まあこういう季節の変わり目とか新しい、年度の始まりとかっていう風にね、なんかまあ、例えば人によっては新しい環境だったり新しい部署とかね、チームの移動だったり、なんかこうそういう新しいことだったり、なんか今と違うことが起きたりあるのかなと思うんですよね。で、例えばまあそういう新しい何かをというか、今までやってないことをやるときって、やっぱりこう自分をなんていうの、ミスしてしまうことだったり、慣れてない分だけその緊張感があったり、ちょっとしたことで結構気になったりするってことがあると思うんですけども、なんかそうやって、まあ、自分をね責めてしまうことっていうのはね、あるっていうことが、まあ、ある人もいるのかなとかっていうふうに、まあ、僕自身も結構自分を責め、昔は本当にずっと自分を責め続けてきましたし、今も全くそれがないというわけではないんですけども、なんかそれ明らかに何年か前というか、こういう内側のねことを学ぶ前と学んだ後では、明らかにその責めるっていう、責めることがまず少なくなったし、その責めたとしてもなんかそこの自分とつながったりするっていう感覚があるんですけども、なんか僕の中ですごく自分を責めるっていうことをやめれたタイミングというか、大きなきっかけになったことがあって、それはまあそう見方が変わったっていう瞬間があったんですけども、それはですね、自分を責めるのも愛なんだよということをね、理解した瞬間があって、で、どういうことかっていうと、僕自身の体験にはなってしまうんですけども、まあ、しょっちゅうねその自分を責めることっていうか、もう当たり前のようにやって癖になってたので、なんかねこう気づかずに責めてしまうことっていうのもあったりもしたんですけども、ある時にこう、なんでこんなに自分を責めるんだろうなというふうにちょっと客観視して見れた時があって、でその時に、なぜ自分の内側ではこんなに責めたがる自分がいるんだろうなって思った時に、そこの責めたがる意識となんかちょっと自分がつながろうとしてみたんですよね。でその時になんか感じたことっていうのが、なんか内側から湧いてきたことっていうのは、その自分で自分を責めれば少しはマシになると思い込んでたってことに気づけたんですよね。自分を責めればもっと変われて、ちょっとはマシになるんじゃないかっていうふうに思い込んでたっていう気づきがあって、でもう少し深掘っていったら、それはなんでそう思ってるのって、なんでマシになろうと思ってるのって思ったいうのを自分の内側に聞いてみたんですよね。そしたらなんかその出てきた答えというか、自分の中から湧き上がってきたのは、なんか守ってくれてるっていうふうに感じて、自分が自分をまず責めることで他の人に責められないように先手を打って守ろうとしてるっていうようなことがなんか湧き上がってきたんですよね。なので自分を責めるっていうやり方自体はすごく自分自身が望んだことではないんですけども、自分の内側の意識はどんな時も自分を生かそうとしてくれて、で責めてる時でさえも自分が責めれば変われると思うし、少しはマシになると思い込んだし、もっと言うと他の人に過剰に責められないように、まずは自分が自分を責めることで他の人が責められないように先手を打って守ろうとしてるだけだったんだということがなんか分かった、理解できた時に、責めるっていう意識も愛なんだなって、愛があるからそうやってやってたんだって、その行動自体が責めるっていう行動を取ってただけだけど、奥にあるのはそれは自分自身をなんていうか見守る愛だったんだなということをね、なんか気づけた時があって、もっと言うとね、その変われると思ってるっていうかね、自分はもっと成長できるというふうに思ってるということでもあるし、裏を返せば自分に対してもっと変化できるというか、もっと自分の可能性をすごくある意味信じ続けてくれてたんだなと。ただその信じるっていうことを表現するやり方が、その責めるっていうやり方だっただけで、それがちょっとね望まないやり方だっただけで、なんか奥にあるのは自分を責めるっていう意識さえも自分のことを守ってくれてる愛だったんだということに気づけた瞬間があったんですよね。なのでなんかちょっとミスした時とか、やっぱ責めてしまうことってあるじゃないですか。ちょっとあれまたやっちゃったとか、なんでいつもできないんだろうとかって思うことって、まあある時もあると思うんですよね。そういう時もまあその責めたくなる意識とちょっとつながってみる、なんかこう対話してみるというか、まあ、ちょっと声をかけてみるみたいな感じで、やり続けてみることで、いきなりすぐにはね答えはくれないかもしれないんですけども、なんかその意識を投げかけてみることで、責めたがる意識の中にも
きっと愛があるってことに気づけるんじゃないかなと思います。でその、まあ、じゃあどうやったらつながれるんだとか、どうやって対話できるんだっていうのですね、いろんなやり方があると思うんですけど、僕の場合はまずはそのあ責めたくなって自分に気づく、自分を責めてるって自分に気づいてあげてっていうことが一番最初の大きな一歩だと思ってます。でそのために深呼吸をしたり、ちょっと客観的に意識を客観視してみるとか、まあ、ちょっとその場を立ってね、空気を変えたりリフレッシュ、気持ちをリフレッシュするとか、まあ、人によってはアロマを使ってとかっていうのはあると思うんですけど、まずは一旦まず空間の認知の力も使って、まずその場からちょっと離れるっていうこととかでもいいと思うんですよね。ちょっと席を外すとか、なんか外の空気を吸うとか、そういう風に、まあ、人それぞれ合うやり方があっていいと思う。僕の場合は深呼吸だったりが一番合ったりするんですけど、そういう風にやった上でちょっと落ち着いた気持ちになった時に、初めてその自分の内側に意識を投げかけてみるっていうのをやってみると、なんか意外な時にとかね、ちょっとした時になんかそういう答えを自分自身が内側からくれるような感覚になるの で僕の場合はその責めることでマシになる、もっと良くなると思い込んでたし、他の人から過剰に責められないように守ってくれたっていうことに気づけた、その瞬間にあ責める意識も愛だったんだなって気づけて、そうやってなんか自分自身の内側となんか仲良くなれたっていう感じだったので、もしなんかで、ね、そういうことがあった時にはこういう風にちょっとまた自分の感覚とつながってやってみるといいんじゃないかなと思います。今ちょうどそしたらお風呂の沸いてあるっていうサインが出たので、これはきっとそれでいいんだよってことのサインのような気もしてくるので、ぜひぜひちょっとね、もし、そういう時があったらやってみることで自分自身とつながれるし、自分自身とも仲良くなれるし、自分自身を理解できることになって、それがそのまま外側の誰かの相手の理解にもつながっていきますので、ぜひぜひもしよかったらやってみていただけたらと思います。そのわけで、今日もトライアンドエール聞いてくださりありがとうございました。グリーンズチャンネルは毎週土曜日、そしてトライアンドエールは、基本的に毎月1日11日22日に配信しています。ぜひぜひ、もしまだ登録、チャンネル登録されてない方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録、そして少しでもお役に立ったとか、なんかいいなと思っていただけたら、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。というわけで、聞いてくださりありがとうございました。